けても負けても負けても俺は立ち上がってみせる。次だ次、内藤だけじゃねえ、高木、真田、ヒロムは無事、みんなぶっ潰してやりてえよ。そんな夢、そんな夢持っちゃダメか。おい、俺が勝つ夢持ったらダメか。俺は絶対勝って逃げる。くそ、負けたままで絶対終わんねえから俺は。ただ一つ、内藤、今はお前の目はいぶしに向いてるのかもしんねえけど、絶対俺は振り向かせていけるからよ。絶対振り向かせる。高木、お前もだ。真田、お前もだ。勝ち逃げ許さねえから。最後に、最後の最後に一つだけ言いたいです。僕はこの二つの目を、二つとも本当に守りに行きたい。だからこそこれを一つにしたいって言ってる。それが本当に伝わってもらえない。でも僕の中では二つとも残すから、絶対残すから、絶対にもっともっと上のステージに行くから。見ての通りだよ、俺はいつも通り絶好調だ。だが俺たちロスインゴベルナブレスジャパンにとって、正直高橋宏夢の欠場は痛い。本人が一番辛いと思うけどよ、はあ、だからこのネガティブのニュースを、俺たちはポジティブに変えていかなきゃいかんだろ。こういう時期だから、はあ、彼の分も俺たちが明るく元気に陽気に暴れ回るだけよ。まあここ今年ないって浮き沈みが激しい。だから俺たちは偉い J だが、まあ俺も大阪城では試合組まれてないけど、内藤がやってくれるんだろう。内藤がな、満身創痍に見えてやってくれるのが内藤だよな。あ内藤見てんのか内藤。まあ俺もキャッスルでおいハッスルしたかったぜおい。おい今笑うとこだぞおい、笑うとこだぞ。皆様、新日本プロレスワールドでの神様イブシコータのインタビュー見た？それから週刊プロレスでの神様イブシコータのインタビューはお読みになられましたか？なかなか面白いインタビューだったよ。やっぱ神様イブシコータの頭の中ではこの先のビジョンがちゃんとあったってことだね。喋ることが苦手なら毎回同じことを繰り返し言えばいいよ。リング上でもバックステージでも同じことを繰り返し言えばいい。伝えたいことはしつこいぐらいに言わないと多くの人になかなか思いは伝わらないからさ。そういう意味では今回の神様イブシコータの自分の意見の伝え方に関してちょっともうちょっと考え直した方がいいと思うよ。今回の新日本プロレスワールドのインタビューも週刊プロレスのインタビューもタイミング的に遅すぎるよ。もう大阪城ホール大会直前だよ。皆様に伝わる前にもう大阪城大会迎えちゃうよ。だからその辺は考えた方がいいと思うよ。でもこうして神様イブシコータの考えを知ることができて俺は嬉しいよ。神様イブシコータと
試合するのはやっぱ楽しいわ。何回やっても楽しいよ。そんな神様イブシコートとちょっとピリピリした雰囲気の中、大阪城ホール大会で試合できること、俺は嬉しいよ。お互いの意見が対立するのは当たり前のこと。彼の言ってることも正解だし、俺の言ってることも正解だと思う。でもどちらの意見も間違ってないと思うよ。あとは2月28日大阪城ホール大会のリングで戦うだけ。2月28日大阪城ホール大会、神さん、いや、イブシコータ大阪城ホール大会でのインターコンチネンタル選手権試合、お互い楽しもうぜ、カブロン。